おはようございます、えー、今日は、まあ、人間の脳みそはとてもバカなんですよみたいな話をしようかなと思うんですけど、えー、有名な実験が多分知ってる人も結構いると思うんですけどありまして、えー、鉛筆鉛筆あるじゃないですか鉛筆を、えー、買って加えて、えー、あの漫画を読んでもらうんですよね A チームの学生には。 ある一定の100人の学生に対してのアンケートなんですけど実験かで B チームの学生には鉛筆をこう横じゃなくてかって縦がこうやってやるんですよねだから、えー、加えてもらいながら読んでもらうんですけど漫画をだから A チームはなんかわいい顔で漫画を読んでて B チームはこういう顔で漫画を読んでるみたいなって感じでその後感想を聞いたところ、えー、加えて読んでた A チームの方が面白かったっていうふうに 言、えー、い,いましてより多くの学生が。なんで人間はまずその自分の表情とかの、えー、こがなってるつまりは笑ってる楽しんでるっていう、えー、錯覚を起こしてそういう感情が生まれるのでだから基本僕はまあずっと楽しいなーって感じでいたいので基本にやつくようにしてますって感じで何、まあ、かに応用してください以上です。